日本時間での7月27日未明から始まりましたオフランスのパリでのオリンピックその開会式が物議を醸しております公式映像として開会式のセレモニーを公開していた番組がですね今このようになっているとハンドルネームアメリカから見た日本さんがツイートしておりました 秘宝、オリンピック、ドラッグクイーンを起用した独自の開会式ビデオを YouTube から削除。え、ということですね。七色な、多様な、多様なキャラクターが登場する開会式に批判殺到ということで、これですね、ドラッグクイーンが出たからというよりも、やらかしたんですよ。パリオリンピック委員会が。具体的にはですね、えこちら。 あの今、過労うじ残っていたオープニングオンザ、オープニングセレモニー。これ、あの、ポッドキャストという、まあ、ラジオ、ラジオですかね。ラジオだけ残っていまして、こちらに寄せられているコメント、なので、当該、まあ、今、話題を集めているというより、批判されている動画じゃないものに対してもコメントがついております。味のゲーム、中華鍋、中華鍋なんでしょうね。LGBT はオリンピックの代表ではない。 なんという、く、く、くそ、くそ、くそだ。政治ではなくスポーツに関するアイディアではなかったでしょう。動画を削除することは罪悪感の表れです。多くの人が今後何年もコピーを共有する必要があります。ので、ご心配なく。ま,あ、まさに、ケストフェールですね。ケストフェール。オリンピックは二度と見ないでください。えー、なんて悲しくて情けない冗談でしょう。とにかくシステム全体が単なる詐欺です。えー、これもですね。 日本語に翻訳としますと、恥、史上最悪のオリンピック開幕、宗教を嘲笑することで、若者や次世代にどのようなメッセージを伝えようとしていますかということで、絶賛炎上中、IOC オリンピック絶賛炎上中です。えこちらは、イタリアにおります、ビズマーラケイコさん。こんなツイートしておりました。最後の晩餐の A o まあ、LGBT で七色に染め上げた。あくまでイメージ。イメージで言うとそういうことになっちゃった。ということで、世界中が起こっているわけですよ。まあ、最後の晩餐と言いますと、キリスト教における、まあ、その最後の瞬間を分かち合う。肉はパンに、血はワインにですかだから、子供の頃そのをエピソード聞いて、うーんと思いましたけれど、まあ、キリスト教の皆様にとってこれは大切なこと、大切なエピソードですんで、 それを人様が大事にしているものを怪我していい自由なんかはないと私なんか考えます。ただ、オフランスの方はちょっとそうではなかったようで、オフランスの文化はシャルリーエブリドみたいな、まあ、そういう文化だということを言い張っているんですが、まあ、しかしさすがに今回のことはふざけすぎだ。いや、もっと言うとふざけんなっていう声が各所で上がっております。 で、これからしばらくですね、オリンピック関係の話題、この宮城チャンネル確保で、仮で取り上げるにあたりまして、映像を使えないこと多くなります。ものすごく著作権というか、多分、YouTube の方に動画のパターンを渡して、で、パターン認識で検知されるようになるのかなっていうところ。まあ、それによる警告っていうのはなく、その動画のみを 削除するとかで基本的には対応できるんですけど、ちょっとめんどくさいんで、いろいろと実際の映像はぼやかして、ぼやかしてお届けします。ただ、この動画、公式の方では消していますけれど、SNS の方では拡散されて、いろいろと出ている。まあ、そのからくりについてもちょっとこの後説明できればなと思っています。それでは実際見逃した方のためにですね、パンパカ工務店さんのツイートの方で、あくまでイメージ あくまでイメージを掴んでいただこうかなと思います。青いおじさん、お願いします。バーツバーツ祈りなさい。伝説のお笑い番組。俺たちひょうきん族。俺たちひょうきん族における、ブッチャー武者さんがやっていた、ダメーっていうあれ、横沢さんが神父さんになってのあれ。あ、パンパカさん、ありがとうございます。すいません、勝手に使わせていただいております。 実のところ、俺たちひょうきん族の、このブッチャー武者さんが演じていたひょうきん懺悔室これについても、当時、いろいろとお叱りを受けていたというのを、私当時の雑誌で見た記憶があります。基本的にこのひょうきん懺悔室を説明しますと、番組の収録中に何かやらかしちゃった。そんなタレントさんが、番組の終わりのところで、ブッチャー武者さん演じるところの、カビャマっぽい キャラクターにどうかお許しをと。その、なぜとちったか。で、その大体なぜとちったかが、なんか余計なことを考えたりだとか、アシスタントのお姉ちゃんをちょめちょめ、不適切な、そんな感じ。そんな感じの時に、この懺悔室に呼び出されまして、でこの懺悔で何か、その事情を説明して、まあ、そういう事情があったのねっていう場合には、ちゃんと、うーんバー、ンーと、丸が出ると、 花びらがパラ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 って降ってくる。まあ紙切れですけどね。紙切れのパラ花びらが降りてくる。で、許せないとバーッとなって水が、大量の水がドカーンとなるという。まあそれによって悔い改めろというところで、まあまさに漫画屋でという形で見逃されていた。しかし、パリオリンピックで俺たち表筋族をやって、やってというよりは、これは多重事故のような意味で、 怒られるのも仕方がないんじゃないかなとは思います。えっ、ー、と、こちらはモエル、は燃えるアジアさんですね。燃えるアジアさん、ちょっと。この上の方の映像が、パリ五輪の開会式で使われた映像でして、まあ、あれ、あれ、下ですよねって感じ。上はどう見ても下ですよねって感じ。ほら、あれでしょあれ。で、ドラッグクイーンズってなってて。 まあこんな感じの映像とかがありまして、で、さらにこちら。これがですね、遠目で見ると、まあ女性っぽいフォルムに見えなくもないんですけれど、お髭生やしてるんですね。こういうものが批判をされていて、で、さらにですね、今回ちょっとこの映像は私自身あまり公開するものでもないかなと思ったんで、控えておりますけれど、 マリー・アントワネットさん、マリー・アントワネットさんがですね、登場するんですけれど、マリー・アントワネットさん、お首を持ってですね、じ、自分の、多分、多分自分のお首だと思うんですけど、お首持って、なんか歌い出すんですよ。やだ、ほら。やだ、ほら。まあ、歴史的な事実に照らしますと、マリー・アントワネットさんは、断頭台のつゆに消えました。としておきます そのマリーさんがご自身の首を持って登場し、それが歌い出すんですね。やだ、ホラーでしょって話。もちろん表現の自由がありますから、何をやったって言っちゃいいんですけれど、に世界中の人たちが見るその映像の中で、ホラー映像ですか多様性ですかそれ。で、亡くなった方の罪に関して、 日本社会においては、水に落ちた犬を撃つことはなく、墓を暴いて無を撃つこともありません。墓を暴いて無を撃つというのは、なんかもう眠ってる、もうね、永遠に眠っている方の墓をほじくり起こしまして、で、そこで引きずり出して、ペチ、ペチってやるとかっていう悪趣味。日本では仮想家って言うんですけれど、まあ日本もあの、 くたびれゾンの、骨折りゾンのくたびれ儲けとかっていうのは、まあ、土葬だった時代の名残で、細かい話はやめときますね。<laughs> やめときますけれど、まあ、土葬だった時代で、今も世界中の一神教ではほとんど土葬なので、そうすると永遠に眠っている方を、の墓を暴いて、それでまた責任を追求するという、ネットスラングでいう死体蹴り。 マリーさんに対してそういうことをしていたんではないかっていうところの批判もあって、やっぱりでも一番は最後の晩餐です。で、でそしてこれはですね、いろいろな宗派というか、今はかなり寛容になってきているところというのもありますが、まあ、しかし、キリスト教で、というか、まあ一神教で、えーまあ、キリスト教で、今回はキリスト教に限定しますけれど、その中で、LGBTQIA+, というのは、これ、対立しておくと言っておきます。 お互いに憎しみ合ってるとか、うんぬんというよりも、考え方が相入れないところがあるんです。というのは、あ、私一応仏教徒。私一応仏教徒なんで、まあよそ者なんでね。あくまで一般論でお話してますけれど、要は、一神教の教えというのは、神様がこの全てのものを作っているわけですよ。いるらしいんですね。すると、神様が作ったものっていうのは完璧なんですって。いや、間違ってたらごめんなさいね。間違ったらあのー、 コメント欄にあのご指摘いただけ、いただいてもちょっとまあそんな感じ。私の受け止めとしてはそんな感じ。なので、神様が作ったこの世界で、そこに異議押し立てをするっていうイメージ、イメージになるようでして、まあ、そこへなら辺になると私、よそ様の信仰に口を挟む野暮はしませんので、これ以上踏み込みませんが、最後の晩餐というイエス・キリストにとって、キリスト教にとってのその大切なシーンが、 LGBT ですか七色に染め上げられた。そして世界中のキリスト教の皆さんが怒っている。まあ、こちら側からしますと、まあ、最後に、あの、最後の晩餐風のところに、こう、出てくるのが、ブッチャー無者さんにしか見えない。ただこれもね、所詮素人が、素人がそういうことを言ってたってね、本当のところは分かるしね。うなずきトリオでおなじみの、ピート・キヨシ師匠。<laughs> うなずきトリオでおなじみの、ピート・キヨシ師匠がですね、 開会式は、ノリオリンピック、ノリオ、ノリオリンピックだったけど、頑張れ日本、ということでして、こちらが実際に登場したもののスナップショットかと思われます。えー、そしてこちらが、ノリオ師匠です。あカーンでおなじみの、フラワーダンシングチームというのがありまして、これが、これがフランスだ、これがパリだ、ということで、まあ、しかし、炎上しております。 で、しかもですね、マリー・アントワネットさんが演奏で登場した時に、ヘビメタバンドとかっていう紹介されたんですけど、そのバンド名がゴジラ。ゴジラ。花の都パリ。オフランスで。芸術の香り高いオパリ。オパリで、マリー・アントワネットさんの、まあいわばホラー番組が流されて、その BGM がヘビメタ。そしてそのヘビメタバンドのバンド名がガジラ。ガジラ。 そしてこのガジーラについてはですね、ウィキペディア先生にたどりますと、えー、当初バンド名のスペルは、バンド名由来の日本の特撮怪獣ゴジラと同じガジーラだったが、法的な問題によりガジラ、ガジラに改名した。ヘビメタだーって,って、生組だーとかやってて、反刑には負けちゃうんですよ。反刑には負けちゃう。いや、それはもちろん法治国家としては報告、ね、反刑に負けるやつだ、当然なんですけれども、ガジーラーとか言ってたガジラガジラーになっちゃって。 そして、今日ですね、7月29日の朝一番、日本時間で朝一番、スポニチアネックスの記事はこうあります。パリゴリン、主催者側が開会式最後の晩餐演出、一部批判を受け謝罪も、無礼な態度を示す態度はなかった、意図はなかった、<laughs> ということで、えー、これも今もまだまだ広がりを続けておりますが、一応、パリ2024の広報担当、アンヌ・デスカンさんは、 日曜日に行われた IOC の記者会見で、いかなら宗教団体に対しても無礼な態度を示す意図はありませんでしたと弁明し、もちろん本当に申し訳なく思っていますと謝罪した。なかなか珍しいですね。この直訳が本当だったら、一応謝罪した。まあ、それだけやばいところに手をつけたということですかね。で、この件というのは日本にとって直近で言いますと何か思い出しはしないでしょうか。朝栗です。アサシンクリードシャドウズ。 あれの開発メーカーはどこだったでしょうかフランス UBI ソフト。フランス UBI ソフト。あれ最後の伴奏じゃなくてね、最後の伴奏っぽいものね、のオマージュで。で、この監督がですね、インタビューに答えておりまして、イギリスで007とか出しただろエリザベス女王とか出してじゃあれに対する皮肉で、なんてね、嘘吹いていました。しかし、盛大に叱られると、いや、そういう人じゃなかった。そういう人じゃなかった。 何かに似てないでしょうか黒人侍安家、ヤスケ、ヤあれもう、史実、史実、史実っぽいよかなり史実。黒人侍もう。黒人の血が入ってないと、侍にはとかって、なんかそんなこと聞いたような気もするな、聞いちゃったんですよっていうようなことを、匂わせまくって、匂わせまくって大騒ぎしていて、そして、いよいよもっとこれどうしようもない、逃げられないなってなったら、うん、そういうつもりじゃなかったです。ごめんなさい、という感じ。これですね。 まあ、特にフランスがってところあるんですけれど、これが世界だってところはあるんですよ。挑発っぽいことして、えー、俺でいいです。やれるもんならやってみろよって実際に目ってやられた瞬間に、なんでもないです。目合わせてないです。目合わせてないです。いったいったいったいやーイそんな感じ。頭の悪い小学生のような、ような、あくまでイメージですよ。<laughs> あくまでイメージ。頭の悪い小学生のようなイメージ。 まあ、イメージだったことが、これまでは、花の都、パリ、オフランスというところで、そのブランドにうっかりすると負けてしまう人たちが多かった。ただ、今回は、絶対に譲ってはならない。信仰の話。そこに、ぷってかみついちゃって、ええー、売れちどんな権威でもからかってやるぜって言ったら、もう世界中から、この野郎となっちゃったら、うんでもないです、うん、うん、うん、でん、うんな感じ。 世界のポリコレって結局このレベルなんじゃないかなっていうところ。まあ、今回こういうきっかけでスタートしましたんで、いろいろなことが見える化し、世界的に共有されて、世界的に共有されますと、今はネットがありますの時代なんで、情報構造がフローからストックに変わっています。奴らがやらかしたこと、すべて記録されていきます。そしてこの記録において、IOC の方は公式映像から YouTube から削除しちゃった、ビデオを削除しちゃったということなんで、 今こそ、我々の微力、微力です。ネットの物理法則の一つであります、ケストフェール。ケストフェールを発動させてですね、我々の持ち得る力を共有させなければならない。その中で一つだけ、その具体的な方法を示しておきます。こちらですね、これこのまま使いますと、多分 YouTube の方ではアウトになるんですけれどで、Twitter の方でもかなり厳しいかもしれないです。これ、お気づきでしょうかってやつ。 きすぎでしょうかまあ見えないと思いますけれどこれですねこちら画面切り替えますここソニーって書いてあるの見えますかねソニーこれがあの著作権で訴え訴えれるとかまあ取り下げられ取り下げてねっていうことになることもあります DMCA といって申し立てによって取り下げられる可能性もなきにしもあるんては ソニーのテレビを映して投稿しただけですソニーのテレビを映して投稿しただけです何か問題でもイラッとするかもしれないんですがこれが文句言っておかなければギリギリ政府という欧米人のロジック欧米人のロジックのようなんですやっぱりゲームのルールというのはインターネット上は欧米人のロジックでできていますルールでできていますので このストフエール我々の魅力を証明するときに、普通にテレビカメラ、テレビ画像を、テレビ画像じゃない、テレビの、テレビの姿を写真に撮って拡散するっていうことは、ギリギリセーフになるのかなっていうところでして、少し角度変えた、あまあ、細かなテクニックはやめときましょうかね、確信犯になっちゃうんで、確信犯、テレビを。 ね、うっかりテレビを映してそれで SNS で拡散することによりまして情報共有が進む可能性が高いということでこのオリンピックには我々の無力は無力じゃないようですというわけでみんなで頑張っていきましょう。